はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルビジです。では今回は信長の野望革新パープキット仮想シナリオ第5の本続きをプレイしていきたいと思います。で今回プレイ担当しているのは豊臣家になります。打倒徳川を目指してプレイしているところなんですが、西国、四国、中国、九州に関してはほぼ大半がね、豊臣家勢力で占めているというところでだいぶ盛り返していきました。で今回はその続きになります。まずですね、大和郡山城なんですけども、ここは、常にね、敵の攻撃にさらされている場所なんですけども、逆にここでね、敵を受け止めて、かつ、敵のね、兵力の、大部分を受け持つことができるので、ここはこのまま行きます。で、じゃあどこをね、徳川に対しての反撃、反攻、始めていくかというところなんですが、この敦賀を一つ目標にしようと思っています。敦賀は今丹後の水軍州がね、隣接しているところなんですけども、我々と協定を結んでいて、かつ弓木城に15万という大軍が入っているので、この大軍をねうまく使っていければいいかなと、そのように思っています。では早速続きを始めていきましょう。再び大和郡山城が、ね、敵の攻略を受けますが、雷連を雑賀城から援軍として出して、大和郡山城で、防衛に当たっていきたいと思います。またねすごい大軍で、2代将軍秀忠も出陣してきているという状態ですね。秀忠もこの能力ですからね、決して強くはないんですけど、それでも武勇99、知略83っていうのは、脅威ですよね。はい。蛍光色獲得しました。これは、オランダとの技術供与ですね。で、蛍光色はね、兵糧が、消費が減るので、兵糧不足慢性的に陥っている我々としてはすごくありがたいかなと思っています。丹後の水軍州とは協定を継続するために金を払いましょう。さらに、契約。オランダとはこのまま、しっかりとね、契約を結んで、技術供与を継続してもらえるように、していきましょう。このライレンのね、混乱からの二段打ちのコンボはね、強力ですね。できればライレンはね、三段打ちまで身につけられれば、さらにね、火力が増すかな、というふうに思ってます。大和郡山城の防衛は大丈夫そうですね。ここでね、こんだけの敵軍を一手に引き受けてくれてるっていうのは本当に大きいですね。では、大和郡山城が再び敵の攻撃にさらされてますが、これを迎え撃ちつつですね、敦賀に、真田親子で、一旦妖撃を仕掛けてみようと思います。相手の動きをね、ちょっとここで見極めましょう。まずは、このね、櫓を破壊していきます。どういう動きになるか。というところですね。敵が出てくればこれをできれば迎え撃ちたいっていうね。出てきましたね。出てきたらちょっと下がって敵を迎え撃ちましょう。無理はしないっていうね。できれば敵を引きつけて倒したい。お、大和郡山城か。城門を突破されてるな。まだね、危ない状況ではないですけど、早めにしっかり倒しておきましょう。工場兵器がね、登場するとやっぱり削られるスピードがね、速くなってますよね。さあ、敦賀の方ですが、自軍領に戻ってくると、敦賀の城に引っ込むっていうことをしてくるようなので、なかなかちょっとね、攻めあぐねそうな感じがしますね。では、いよいよ敦賀の攻略戦始めていきましょう。福島正則の軍団からですね、
八神城を中心に5万規模、さらに正幸雪村親子ですね、これも出陣させて3万規模、さらに中国地方からも援軍5万ということで12、3万の軍で戦います。まあ、敦賀に入ってるね敵の数も15万と言いますけど、これ、雪村正幸うまく使ってですね、敵兵を減らしていければいいかなと。まあ、1回での攻略は難しいと思うんですけど、まあ、2回3回と攻略を仕掛けてですね、勝ちにつなげていければいいかなと思います。大和郡山城は、まあ、例によってということになりますけど、敵のね攻撃を受けています。さあ、ここは大きな戦いになりそうだな。坂本城をこの間に取るという手も、まあ、ちょっと考えてもいいかもしれないですね。今長浜城からも援軍が出てるな。敵は相当な数ですね。まあ、うまくね、戦っていきましょう。まあ、陸と海からね、同時に攻撃を仕掛けるというかつてない規模の戦いを想定してます。いや、これはすごい戦いだな。かつてないほどの規模の戦いになってますね。敦賀攻略戦、頑張っています。さらにね、海路で援軍も来てるので、これなんとかね敵をこう踏み潰して、この敦賀を取りましょう。と山田長政を打ち取りましたね。山田長政はちょっとツイッターの方には投稿したんですけど、タイに渡った武将みたいです。その山田長政を打ち取りました。いや、ライレンは本当優秀だな。そして敦賀の攻略戦、正則もねやってきて、いよいよ佳境というところですね。正幸がちょっと食らってるな。正幸一度撤退しましょう。まあ、それでもまだ雪村がいるので十分戦えると思います。いや、強いな。さすがよ、徳川軍。ん？ちょっと待ってね。正幸軍が壊滅したか。雪村が必死に食い止めてる感じですね。さらに敵の方も援軍がやってくる。いや、なかなか苦しい戦いだな。とりあえず雪村は次の時のために櫓を潰しておきましょう。敵の数が見えないけどね。敦賀の耐久は完全に削ってるんで、あとは兵力を一時的にでもゼロにすれば勝ちなんですけど、これは難しそうだな。とりあえず退路を確保しておきたいので。いや、厳しいな。雪村隊も壊滅のピンチですね。はい、ちょっとね無理がありましたね、この戦い。さすがに敦賀にこの規模の軍勢だからね、いくつよ最終的に。いや、25万とかちょっとさすがに攻略できないですね。すいません、ちょっとタイムリープして戦略を練り直します。ちょっと敦賀の攻略は物理的にもう無理だというのがよく分かりました。25万以上の兵が入るこの敦賀の攻略は難しいので、どうだろうな、坂本城の方がまだ可能性あるのかな。彦根城の周りもね敵がちょっとずつ要塞化を進めていて、なかなか厳しくなってるので、どこをどう攻略していくかっていうのはね頭を悩ませてくれますね。まあ、坂本城かな。で、坂本城の周辺を見ておくと、長浜城に8万、敦賀に15万、
これが援軍としてやってくるから、やっぱり20万規模の、まあ、戦いにはなるっていうところか。ここまで来るとでももう積んだ感あるな。岐阜に8万でしょ？で、さらに、まあ、大和郡山城を攻略するために敵がまたやってきますよね。彦根城、坂本城、敦賀。これを同時に攻略する戦力があればいいんですけどね。まあ、ちょっと腹いせにというわけではないですが、不能内城、佐伯公、この2つを取って九州から徳川勢力を一掃するっていう考えもありだよな。悩ましいですね、本当に。まあ、坂本城の攻略、彦根城の攻略、どっちかだな。もう鶴が無理だというのがね、今ご覧いただいた通りなんで。それか鶴がと坂本城の同時攻撃。では、対徳川に対して起死回生の兵能分離、これを行っていきます。この兵能分離が入ると、年中歩兵ができるようになるので、まあ、言ってみれば、兵力が飛躍的にアップすると期待しています。ではですね、敵が大和郡山城に出陣したので、我々は坂本城と彦根城同時に攻撃を仕掛けていってみようと思います。まあ、ちょっと博打の要素もありますけどね。まあ、なんとかここで、どっちかの城だけでも取って、新たな動きというものをね、演出できればいいかなというふうに期待をしています。ちょっとここも敵がどう出てくるかわからないからな、まあ、とりあえず敦賀から援軍が出てますよね、敵のね。じゃあここで我々は敦賀に出陣していきましょう。さっきは敦賀の攻略に、まあ、ものの、まあ、見事にね、失敗してしまったというところなんですけど、今回はね、同時に攻撃を仕掛けることによって活路を見出していきましょう。承知しました。さあ、同時にいろんなところで戦いが起きてます。まず敦賀の攻略部隊が一つ、坂本城の攻略部隊が一つ、彦根城の攻略部隊が一つ、そして、いつもの大和郡山城の攻略が一つというところですね。まあ、なんとかね、これをうまく、御していければいいかなというところですね。敦賀のところはとんでもない数になったな。坂本城をうまく攻略することができればいいかな。あと彦根城もね、うまく取れればいいかなというところですね。いやー、厳しい戦いになってるな。敦賀もね、こんだけの兵力をうまく対応する力ないからな。そしたら雪村隊をここで彦根城の方に転進させましょう。転進、とにかく全員転進だ。承知しました。で、彦根城をうまく取るというのを前提に、一度うまくね、戦ってもらいましょう。彦根城の方にも敵の援軍か。いや、本当に苦しい戦いが続いてますね。彦根城にこれだけの数の援軍が来るとなかなか攻略も難しくなってくるね。いやー、彦根城の攻略も失敗ですね。撤退しましょう。いや、マジで強いな。さあ、弓木城の防衛戦が始まってますね。これもしんどそうだな。
が負傷しました。ただこれはこれまでにない逆にチャンス、でもあるので、敵のね退路を断って一気に敵の軍を壊滅に持ち込みましょう。いやこの時にもうちょっとまとまった軍を残しておけば言えてないで残しておけばよかったなっていう悔いはありますけどね。弓騎乗が持ってくれれば、あるいはチャンスがある。敦賀に5800だからね、兵力がね。坂本城に6万、彦根城に5万。まあ、まずはこの敦賀の、まあ、20万ぐらいの軍だと思うんですけど、これをいかにして、撃退するかっていうところですね。正幸が今向かってます。雪村と正幸が到着すればこっちのもんだ。大和郡山城はいつものようにいつものメンバーで防衛をしていきます。さあすごい戦いになってますね。家康も出陣してきて弓騎城ので、攻撃に当たってきているというところです。弓騎城の戦力が少し足りないのが不安だな。持つのかどうか。ここはなんとか敵軍をね完膚なきまでに葬り去っておきたいっていうところですね。撤退はさせない。敵は撤退に入りつつありますが、正幸雪村が今壁になっているので絶対に撤退させないっていうところですね。ことごとく敵を打ち取りましょう。正幸と家康の戦いが今ここに。敵部隊壊滅しました。奮い立て。敵部隊変換の者、これは捕虜交換。うわは僧侶か。ただここは捕虜交換をしておきます。まずは明石武則、全員ね捕虜取り返せると思いますね。こんだけど敵の数をね打ち取れば。逃がすなよ。信雄もしっかり守ってくれれば大丈夫だろう。大和郡山城の方に目を移しておきます。大和郡山城の護衛もね順調ですね。この弓騎城を守りきれば次に敦賀攻略のね好機がやってくるというものですね。逃がさないぞとこういう体勢でいきましょう。追撃戦に入ります。承知。お任せあれ。承知しました。よし、これで大部分の敵をね撃破しましたね。敦賀に4万、坂本に6万、彦根に3万、周辺でいうとあと長浜に2万、北の庄に1万、大聖寺に6000。これかつてない兵力のね均衡を取ることができてるので、
これで今だったら敦賀攻略できるんじゃないか。なんかちょっとそういう期待がね出てきますよね。では今回はね一旦ここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。